チンタロウフヒナミ、プエルトリコで大暴れ。メッツ傘下の AAA から FA となった藤浪晋太郎投手、30、は16日、日本時間17日、プエルトリコのウィンターリーグでヒガンテスの先発としてカングレーロス戦に先発登板。4イニングで6奪三振も3暴投、3四死球など大荒れで、4安打3失点、自責に、だった。試合はヒガンテスが7、6と逆転勝ちし、藤浪に勝敗はつかなかった。なぜキャッチボールからやり直さない？投げる国際問題。頑張れ、チン太郎。そのままプエルトリコで頑張ってほしい。チン太郎は日本帰ってこないのか。チン太郎わらわらわら。こいつ持ち上げてた阪神ファンは阪神ファンやないと思ってる。藤浪を通用すると思った球団が悪いんよ。藤浪は悪くない、何も成長してないんやから。チン太郎はさ、TO 初戦の山本とウィンターリーグ初戦の藤浪比べたら藤浪が上やん。メジャーで十分やれるんちゃう。ヒガンテスクさ、珍し太郎って別称がまさか本当になるとは。藤浪チン太郎。チン太郎くん、エスコンに来ないか。チン太郎はメキシコでヒットマンやろう。ご視聴ありがとうございました。